これから10分ほど時間をいただきまして、私のこれまでの健常生活の経験等を説明させていただくんですけれども、多分あの行政職4人目の説明ということで、えー、重複する部分もあるかと思いますので、そこはちょっとご了承いただければと思います。 まず簡単に私の自己紹介をさせていただきます。私は震災翌年の平成24年3月に県外の大学を卒業した後平成24年4月に入庁いたしました。現在入庁2年目でございます。初,め初日は登米市にあります東部保健福祉事務所、登米地域事務所で障害福祉に関する業務を担当いたしました。それから年年後の平成27年には 観光課とアジアプロモーション課というところで外国人観光客の誘致を担当しましたその後会計課で勤務した後令和3年度から現在の医療人材対策室に所属し県内の医師確保に関する業務をしております私の移動歴を見ただけで福祉、観光、水道、医療等さまざまな業務を経験して しているということがまずお分かりいただけるのではないでしょうか、えー、続きましてなぜ公務員ま宮城県職員になったのか、えー、死亡した動機について簡単にご紹介させていただきます、えー、宮城県職員を志望した理由なんですけれども、えー、まず大学進学で、えー、宮城を離れたことにより、えー、地元で就職したいという気持ちが強く 持つようになりましたであと大学が経済学部だったということもあり、えー、産業振興や地域振興等に、えー、興味はあったんですけども、まあ、何,何らかの形で地元に貢献したいなというのが、まあ、結構昔から漠然と 思いとししてて持っておりましたでそれからまああの大学34年生になるにつれまして、まあ、県庁のことを調べていくうちにさまざ、あ、まな職種の方と仕事ができる点であったりとか幅広なことにチャレンジできそうだというところが、まあ、自分の性格等も踏まえますと、まあ、成長しそうだというところですとかあと面白そうだなというところで、まあ、そこから県職員の試験対策等を始めたというようなところでございます。 続きまして、これまで担当した業務の紹介ということで、先ほど簡単に説明させていただきましたけれども、改めてもう少し詳しくご紹介させていただきます。まず一箇、一か所目初日として赴任したです、ね、保健福祉事務所では、障害福祉サービス事業所の指定ですとか、指導業務を担当いたしました。 えー、障害福祉サービスといっても、まあ、あまりイメージがわかない方もいらっしゃるかと思いますけれども、要はですねあの老人ホーム等の介護施設の、えーとまあ、利用される方が障害者の方というところでイメージしていただければと思います。えー、具体的には、ですね、えー、とそれらのサービスが、えー、サービスの提供が適切に行われるように、法律等に基づき、えー、指導監督業務、 というのをメインで行っておりました、まあ、指導監督といってもです、ね、そんな偉そうなものをしているというものではなくて、まあ、日々事業者からのです、ね、法律に関する相談であったりとか、まあ、どうやったらサービス良くなりますかねみたいな相談について、まあ、他,他の地域の取り組みですとか、まあ、県の方っていろんな情報を持ってますのでそこら辺の情報提供を行いながら、まあ、事業者の方々とともに、まあ、より良いサービス 提供できるよう、まあ、日々こう、事業者の方とやり取りコミュニケーションを取りながらあの、まあ、仕事をしていたと、まあ、そのような感じです。2か所目以降は初任地は地方だったんですけれども2か所目以降はずっと県庁の中におります。2か所目は、まあ、観光課というところで外,外国人観光客の誘致をメインとした業務を担当いたしました。 まあ当時ですね、私が観光課に行ったときは、あの東京オリンピック前で、まあ、中国人の爆買いとかって、昔、ニュースで見たことがあるかと思うんですけれども、こう全国的にインバウンドが盛り上がっている中での担当で、まあ、国からの予算がたくさん来たりというところで、まあ、非常に忙しかったんですけれども、まあ、やりがいがあるお仕事でした。で外国人環境 顧客の誘致というところで当時は、まあ、国別に担当が分かれておりまして私は1年目は中国、韓国を担当し、まあ、2、3年目は台湾を担当いたしました。まあ、業務内容としましては観光家なので結構イメージ湧きやすいかと思うんですけれども、まあ、海外から宮城県にへの観光客を増やすというのが大きなミッションでございまして、えー、海外の旅行会社とかインフルエンサーの所生 であとは SNS 等によって情報発信のほか、まあ、海外の企業の交渉旅行ですとか教育旅行の業務を担当しておりましたで次に3か所目ですけれども、えー、こちらはどちらかというと内部的な仕事ですけれども会計課で、えー、県の会計に関する規則や規定の改正等を担当しておりました、えー、会計課にいた3年間ではですねあの 県職員である以上どこの所属にいたとしても、まあ、お金の支払いですとか徴収、えー、業務というのはつきものでございますので、まあ、そこら辺役に立つような知識を勉強できただけではなくて、まあ、日々県庁内部とか地方の事務所の方から、まあ、ここの規則のこれどうなんだとかっていうような紹介があったりとかあとは 行政職相手でだけではなくて、警察事務とか,か学校事務の方とのやり取りとも非常に多かったので、まあ、逆にです、ね、私自身はその会,会計に関するでしょう質問とかをよく回答する立場ではあったんですけれども、逆にまあ県って本当に幅広な仕事をしているなということを、いろんな方々からこう教えてもらったような期間という感じでございます。 で今現在何をしているのかというところなんですけれども、えー、私は今、えー、医療人材対策室というところにいます医療人材対策室ではですね、まあ、名前の通り県内の医師ですとか看護師と医療従事者の確保、まあ、その他医療従事者の勤務改善働き方改革とかですねの業務を行っておりますその中で、まあ、私がいる班医師定着推進班 では、まあ、県内の医師不足であったりとか、偏在解消を目的としてまあ、業務を行っております。まあ、宮城県にお住まいの方であればわかるかと思うんです。けれどもまあ、宮城県内にはですね。あの仙台市は非常に、えー、大学もありますので、お医者さんが多いと。ただ地方に行きます。とえっと。えーと 医者,の医者の数が圧倒的に少なく、まあ、そこら辺の偏在解消を目的として様々な業務を行っているというところです。で簡単に担当している業務のご紹介なんですけれども、まあ、私がメインでやっているのはですねあの 東北医科薬科大学という大学がございまして、えー、そこの在学生であったりとか卒業生に対する支援というのがメインですこの医科薬科はですね医科薬科大学はですねあの宮城県が主導しまして、まあ、全国で37年ぶりに認められた大学というところで、えー、そういった地域の医療を支えるような人材を輩出するような大学でございますでその他ですねあとは医療機関の県外から えと県内の就職を希望されている医師の斡旋ですとか、まあ、あとは県内の医療機関が、えー、医師を確保するための費用に対する補助等々を実施いたしまして、まあ、県内の医師不足解消を図っているというところでございます。業務紹介ははそのようななとところなんですけれども、えー、あとは 事務局の方から、まあ、県職員、志望者の方々からよくある質問について答えてくださいということで、えー、ご依頼がありましたので、えー、それらについて、私なりの経験等を踏まえて、まあ、ご紹介させていただきます。まず、入庁前のイメージとギャップですが、入庁前は公務員と言いますと、まあ、淡々と仕事をして、どこかお役所的な冷たい人たちの集まりという印象を持っていました。 ただ、まあ、入庁していますと、実際はそんなことがなくて、えー、非常にです、ね、明るく前向きな人が多いです。であとは仕事に対してこう、う何らかの思いを持っててこうあ、この人、熱いなみたいな人がです、ね、結構多いような印象を受けます。でまあ、そのような環境で、まあ、仕事をしているとです、ね、本当に毎日いろんな刺激を受けることができ、楽しい職場です。 であとは忙しそうというイメージがありました。まあ県庁もよく遅くまで電気ついているのを見たことある人がいるかもしれないですけども、まあ、忙しいのはまあ間違いないです。ここはまあ正直ベースでお話をさせていただきます。ただ、えー、っと忙しいと言っても、まあ 組織として仕事をしますので、まあ、個人に負荷がかかりすぎることはないのかなというふうに思っております。なので、そこは安心してもらって大丈夫かなと思います。ま,あ、また、公務員の醍醐味ですけれども、休暇制度が充実しています。えー、制度が充実しているだけではなく、えー、実際の取得もしやすいような環境だと思います。 なので、まあ、仕事とプライベートを割り切って、まあ、どちらも充実させるというようなことが可能かと実際、私自身、ですね今、5歳と1歳の娘がいるんですけれども、1歳の娘が生まれ,る生まれたときはです、ね、あの産後1ヶ月の育児休暇を取得させていただきまし,ていた,だきました。あとはその他 子どもの課税、急な課税とかで今日保育園行けないというところもですねこう、ま、周りの人と調整をさせていただきながらこう休めたりとできるような状況です。仕事をする上で心がけていること、はい、こちらはもしかしたら他の人と重複しているかもしれませんが、まあ、一つ目はですね自分の考えをしっかり持つことです。 えー、自分なりの考えを持つと持たないとでは、えー、仕事のやりがいが全く変わってくると思います、まあ、その自分の考えというものもですねただ単なる思い込みではあまり意味がないので自分の考えに自信を持ち上司にプレゼンを行い、まあ、それが採用されると仕事というのは非常に楽しくなりますでその自分の考えにですね説得性を持たせるためにも日頃から情報収集と アンテナを高く張るように心がけていますというのは1点ですで、2点目はですね報告相談を徹底することを心がけていますまあ、県庁の業務はですね結構明確な正解がない業務というのも多々ございましてまあ、そういった仕事をしているとですねあ これだとうまくいきそうだなって思ってるんですけれども、まあ、なんかいつの間にかこう悪い方向に進んでいってたりとかっていう場面がたまにあります。で、そういったときはですねあの、なるべく早く、まあ、周りの人に相談するよう心がけています。で、一人で結局悩んだところで自分の力には限界があります。それはですね、あの同僚、先輩、上司含め、みんなで悩んだ方が絶対いいアイディアが生まれるというのが、まあ、経験則からのアドバイスでございます。 続いて、まあ、県庁生活12年間ですかね、12年の中で印象に残っている業務、1つ紹介させていただきます。えー、こちらですねあの、観光課にいた時にやってた台湾からの教育旅行の誘致業務というものが非常に印象に残っております。まあ、通常の観光ですと、と異なりですね、海外からの教育旅行というものでは、 観そのためですね、一通の観光ですと誘致するときに、まあ、現地の旅行会社、エージェントなり、まあ、個人に渡ってこう PR するみたいなことが多いんですけれども、えー、現地の学校ですとか、旅行会社、教育旅行の場合はですね、現地の学校や旅行会社やプロモーションするほかに、 県内の学校とか、実際の受け入れ先の調整をする必要があります。で、それらをプロモーションするためには、実際、学校の方々にこういったことを紹介するとか、学校がもう慣れてなかったの、慣れてないので、まあ、ここの部分はどうなんだとかって、非常にこうやり取りを緻密にやったりですね、あとは一般家庭、一般家庭の家庭に泊まらせていただいたりをするので、まあ、そこら辺の調整と非常に苦慮。 しました,ただですね、まあ、そういったことを調整が終わった後、と誘致に成功して、まあ、学生同士が楽しそうに交流している姿ですとか民泊家庭一般家庭の方々の、まあ、学生たちと楽しそうに交流している姿を見た時は、まあ、頑張ってよかったなというような感じになりましたで実際私が担当する前までは宮城県にですねあの年間3校ぐらい 台湾からこう来て交流っていうのをしてたんですけれども、まあ、私は3年目には、それは15校ぐらいになって、まあ、この教育旅行をやっている趣旨というのが、まあ、将来に向かったこう種まきといいますか、県内の高校生たちが国際感覚を養うような機会を作ったりですとか、まあ、地域の住民の方にこう海外を身近に感じてもらうっていうのが事業の目的なんですけれども、まあ、そこの事業を通じて、そこらへんができたのかなというふうに思っております。 であと嬉しかったのはですね自分が移動したあでも、まあ、学校同士今でも学校同士の交流が継続的に続いていること、あとは当時携わった学生ですね高校卒業して大学生になってから、まあ、台湾に行ってきましたとで当時、友達になった子とこと LINE でずっとやり取りをしていてその子たちとも会ってきましたですとかあとは民泊家庭の方々がですね 台湾の子たちにいつも泊まりに来てもらうのに、自分たちは現地のこと何も知らないよということで、今度、自分たちもみんなで台湾に行ってきますとかっていうような連絡をいただいて、ですね、そ、まあの授業をやって、そういった事業趣旨にもですね、そう,そういうような結果につながったといいますか、そういったお声をいただいたのが非常に頑張ってよかったなというところで、印象に残っております。続きまして、えー、仕事のやりがいについてです。 県庁にはまあ様々な業務があります。で結局、すべてが何かしらの形で、えー、県民生活につながっておりますで。自分の業務は宮城県を良くするためのきっかけになっているというふうに、まあ、常日頃から考えていますと非常に仕事というやりがいを感じることができます。で職場の雰囲気なんですけれども、えー、私、今まで4箇所、まあ、観光課の時にまたがって2箇所というとおり、 計5箇所いましたけれどどの職場でもですね、風通しがよく気軽に相談できるような人たちばかりでした。であとは年齢や職位関係なく、えーまあ、私の意見も聞いていただけますし皆さんもいろんな考えを持っているのでそれらを聞くのが非常に楽しい職場でございます。未来院県職員の魅力についいてて、えー、ご紹介させていただきます。 これまでまあ、私のさっきの移動歴と。見ていただければわかるかと思いますけど、とにかく仕事の幅が広いです、えー、多種多様な業務を経験する中で、えー、あらゆる角度から物事を考えることができるようになります。またですね。あの人事異動が多いっていうのも魅力の1つだと私は思っています。まあ、その地域です。とか、そのかであらゆる地域なりで。 さまざまな人と人とのつながりなり、ネットワークを築くことができるというのもとても楽しいです。えー、私のつ次に私の公務員試験対策についてですが、まあ、私自身あの、完全に独学で勉強して、まあ、試験に受かって入庁したという流れなので、えーと、あまり正直皆さんのお役に立てるようなアドバイスはできないのかなと思っております。ただ、まあ 自分なりに心がけたという点では、筆、ま、記、あ、試験については、これは多分当たり前のことだと思うんですけれども、スケジュール管理ですねをに気をつけました、まあ。そこは独学だった分、なお気をつけたというところでございますで。あとは面接試験についてですが、結局のところ、うん、どんなにいいアイディアない考えを持っていても、相手に伝わらないと意味がないと思います。なので、そこは友達とかにですね手伝ってもらって、まあ、複数人で。 やっってもらうやった方がいいいのかなと思いますあとは結構民間志望されている同級生とかのうんと話とかも参考になるかと思うので、まあ、情報収集がてらいろんな方と練習してみるといいのかなと思います。はい、最後に先輩職員からのメッセージというところで、まあ、1点だけですが非常にシンプルなことですね。 えーまあ、ご承知のとおり人口減少というのが今後続いていきます、まあ、そんな中で宮城県が発展していくためには、えー、職員一人一人が新たなチャレンジすることが必要だと考えます、まあ、そのような中、えー、私が大事にしているのはです、ね、ど,のようなどのようになったら宮城県が良くなるのかというのをもう本当に常,から常日頃から考えるとそれだけです。で県職員を志望さされているです、ね、皆さん でも多分漠然とした思いで結構ですので、まあ、そういった思いっていうのはあるのではないかなと思います。で県職員の業務はでさまざまな面からその宮城県を良くしたいという思いを実現することのできる仕事です。えー、上司や先輩も同じ気持ちを持っており、えー、優しく素晴らしい方々ばかりです。えー、皆さんのですね宮城県を良くしたいというそういう思いをですね実現する場,で場としてぜひ、まあ、一緒に県庁で働きましょう。 で将来、この業務説明会を聞いた方がですね、一人でも声かけていただけると、私は非常に嬉しいです。まあ今日やった意義があるかなと思います。皆さんと一緒に働ける機会を、ことを楽しみにしておりますので、ぜひ頑張ってください。はい、簡単ではございますが、私からの説明は以上でございます。